1980から1981シーズンの NBA は NBA の35回目のシーズンである。ドラフトでは、ジョー・バリー・キャロルがゴールデン・ステート・ウォリアーズから全体1位指名を受けた。他、ダレル、グリフィス、ケビン・マカヘール、ケルビン・ランジー、マイク・グミンスキー、アンドリュー・トニー、マイケル・ブルックス、キキキ・バンダウィー、マイク・ウッドソン、ウェスマ・マシューズ、ラリー・ドリュー、 ビル・ハンズリック、ラリー・スミス、ジェフ・ルーランド、ディック・マホーン、ジョアン・オールドハム、カート・ランビス、ロリー・スパローラが指名を受けている。オールスターには、J.B. キャロル、K. マクヘール、A. トニー、K. バンダウェイ、J. ルーランドの5人が選出されている。ボストン・セルティックスの人事権を握るレッド・アワーバックは、非常に貪欲な人物だった。1978年に、 ラリーバード入団が決まると、同じ年に、メイポイントガードのネイト・アーチボルトとピート・マラビッチを獲得。マラビッチは引退してしまうものの、アーチボルト、大型フォワードのセドリック・マックス・ウェル、セルティックスの70年代黄金期を支えたデーブ、コーエンスに、バードが加わった前期のセルティックスは60勝を記録し、一時の低迷期を脱して一気に優勝候補に躍り出た。 それでも満足しなかったアワーバックはより優勝を確実なものにするため、このシーズンの前に大胆なトレードを行った。アワーバックは過去にバード入団に備えてもう一つ手を打っていた。1979年にセルティックスのシステムにはマッチしていなかったかつてのオールスター選手であるボブ・マカトゥーを使ってデトロイト・ピストンズから将来のドラフト指名権を獲得していたのである。 この指名権が1980年の NBA ドラフトでは全体1位指名権に分けていた。セルティックスにはゼガヒでも手に入れたい選手がいた。ミネソタ大学のケビン・マクヘールである。セルティックスはドラフトで彼を指名するだけで簡単にマクヘールを獲得できたが、滅多に手に入らない1位指名権をただ単純に行使するアワーバックではなかった。アワーバックは ドラフト前に1位指名権を13位指名権と合わせてゴールデンステートウォリアーズに譲渡してしまったのである。見返りに得たのがセンターのロバート・パリッシュとドラフト3位指名権だった。低迷が続き再建に本腰を入れたいウォリアーズにとってこのトレードは決して悪いものではなかった。パリッシュの後釜としてこの年のドラフトの目玉である216センチメートルの 大型センター、ジョーバリー・キャロルを指名できるからである。そしてウォリアーズはドラフトでキャロルを1位指名。2位指名権を持つユタジャズはダレル・グリフィスを指名した。そしてアワーバックは、目論み通り、ウォリアーズから受け取った3位指名権でマクヘールを指名。セルティックスとアワーバックは、まんまと一度にパリッシュとマクヘールを手に入れてしまったのである。一連のアワーバックの動きは、 最も不公平なトレードの落印を押されるが、1978年のバード氏名に気策に続くアワーバックの名義により、ナリーバード、ロバート・パリッシュ、ケビン・マクヘールと、後に史上最高のフロントコートと呼ばれるビッグスリーの役者がここに揃った。パリッシュはデーブ・コーエンスに代わって先発センターとなり、マクヘールはセドリック・マックスウェルのバックアップを務めた。 ますます充実した顔ぶれとなったセルティックスは、前期を上回る62勝記録。プレーオフでは、カンファレンス決勝で、フィラデルフィアセブンティーシクサーズを第7戦の末に、破って、前期の雪辱を果たし、5年ぶりのファイナル進出を果たした。カイシードの維持当時人々の期待は、ラリーバード率いるボストンセルティックスとマジックジョンソン率いるロサンゼルスレーカーズによる、 ファイナル決戦だったが、マジックの負傷により夢の対決はこの年も、叶わなかった。そして、2勝勝ち上がってきたのは意外なチームだった。ヒューストン・ロケッツは80年代を代表する、名センター・モーゼス・マローにロケッツを長年にわたって、支え続けたルディ・トムジャノビッチとカルビン・マーフィー、ポイントガードのマイク・ダンディ・ビーラを擁していたものの、優勝争いからは、程遠いチームで、 このシーズンも40勝42敗と勝率5割には届かずカンファレンス6位ギリギリで過労死でプレーオフに進出したカンザスシティキングスもシーズン前には100万ドル契約を結んだオーティスバードソングが話題を集めていたもののチームとしては下り坂でこのシーズンもロケッツと同じく40勝42敗やはりギリギリでプレーオフに進出していたレイカーズは マジックの不調が明らかで、このシーズンのウエスタンカンファレンスのプレイオフは、サンアントニオスパーズとフェニックス・スタンズによって争われるはずだった。ところがロケッツとキングスは、プレイオフ1回戦で、上位シードのレイカーズとポートランドトレイル・ブレイザーズを、破り、カンファレンス準決勝に勝ち進むと、ロケッツはスパーズを、キングスは、 カンファレンス勝率トップのサンズをいずれも第7戦の末に破ってしまったのである。ロケッツにとっては初のキングスにとっては27年ぶりのカンファレンス決勝進出となった。カンファレンス決勝はロケッツが4勝1敗でシリーズを制し、再開シードから勝ち上がったロケッツがチーム史上初のファイナル進出を決めた。ロケッツのレギュラーシーズン四十勝十二敗は ファイナルに進出したチームの中では史上最低の勝率である。ファイナルファイナルはシーズン勝率トップのチームとプレーオフ進出チームの中では最下位の勝率だったチームの対決となった。ロケッツはセルティックスとの直接対決で12連敗中であり、セルティックスの優位は明らかだった。それでも自信満々のモーゼス・マローンはファイナル前に 記者の前でセルティックスを散々に呼きを下ろした。マローンの発言は、虚勢ではなく、第一戦は、ロケッツペースで進み、前半を57から51の、ロケッツリードで折り返した。このままマローンの挑発に屈してしまうかに見えた、セルティックスを救ったのが、エースのラリー・バードだった。第4九州版バードは、自身が放ったシュートを外れると読んですぐに、 ゴール下のベースライン右側に駆け寄り、リムに引かれたボールを空中で受け取ってそのままシュートを決めるという後に有名になるプレーを見せる。バードのプレーに刺激されたセルティックスは逆転を果たし98から95で第一戦を勝利した。しかし第二戦はモーゼス・マローンがゴール下を支配し92から90でロケッツが敵地で貴重な一勝を挙げた。 ヒューストンに戦いの場を打ちした第3戦では、セドリック・マックスウェルの活躍で94から71と、セルティックスが圧勝した。この日8得点と不調だったバードは、フラストレーションからロケッツのロバート・リードと小競り合いを起こしている。第4戦は再びマローンがゴール下で存在感を発揮。バードはリードの必要なディフェンスの前にまたもや発展に、 抑えられて91から86でロケッツが勝利しシリーズを2勝2敗のタイに戻した。そして第4戦の後マローンはまたもや記者の前で大胆発言をした。曰くセルティック相手なら自分の故郷のストリートバスケをやっている連中でも勝てる。この発言がセルティックスの激輪に触れた。第5戦をセルティックスは109から80で圧勝。第6戦では 第2戦から不調続きだったラリーバードも復活。前半を6点リードで折り返すと、試合終盤にロケッツが猛烈な追い上げを見せた時にはバードがシリーズ唯一のスリーポイントシュートを決めてダメ押しし、102から91でセルティックスが勝利。5年ぶり14回目の優勝を決めた。ファイナル MVP にはセドリック・マックスウェルが選ばれた。 恒例のビールガキにはクロッカールームで、バードは、レッドアワーバッグの持ち物から失敬した葉巻を吹かし、初めての優勝を祝った。ロサンゼルスレーカーズに遅れること1年、名門復活を果たした、ボストンセルティックスは、リーグ史を代表する名チームとしての、第一歩を踏み出した。一方奇跡のファイナル進出を果たした、ヒューストンロケッツは、しかし、競合の仲間入りを果たしたわけではなく、 翌シーズンも平凡な成績が続き、やがて、モーゼス・マローンもチームを離れてしまう。ロケッツが、再び優勝戦線に顔を出すには、運命の1984年を待たなければならない。ラリー・バードとマジック・ジョンソンの活躍でにわかに人気が高まる NBA だが、テレビ中継は未だに冷遇されており、ファイナルですら深夜帯に放送されていた。 そしてこの年のファイナルの平均視聴率は過去最低となる6.7%を記録した。この記録は2003年のファイナルで更新される。結果ボストンセルティックス4から2、ヒューストンロケッツファイナル MVP、セドリック・マックスウェル。ありがとうございます。